はい、速稼塾の久保です。今ね、転職大魔王さんの人工肉を食べてみたっていう動画を拝見して、まあ、半分ぐらい見たところでね、ああ大豆で作ったお肉なんだ、それを使ったハンバーガーを食べてるなと、これ美味しそうだなと思いますよね。で、人工肉っていうとね、なんかバイオテクノロジーの粋を尽くしてこうやって作ったような気が私はね、先入観的にしてたんですけども、あ、大豆ってっていう大豆タンパクからね、お肉のタンパクできなくもないなっていうのと、食感も似てるし、まあ、味付けもできるわけですからね、うん、これは大いに納得できるっていうか期待できるなと思いました。やっぱりこう健康志向というところもあったり、まあ動物愛護っていうものもあるのかもしれませんけども、まあ、あの食肉をね、畜産とかをするんではなくて、植物を育ててその大豆からお肉に似たものを作るっていうのはなかなか、ユニークですよね。でも私はまあね、結構ね、まあ、焼肉とか牛肉とかはね食べる方で、焼き鳥も大好きで、よく食べてます。で、そう言うとですね、まああのかわいそうだとかいう意見も出るんですけども、それはそうかもしれませんね。そう考えたら、ただ人間の感情ってのは理屈とまた別のところにあるもんで、やっぱりね、気の毒だと思うんですよ。まあ、畜産を私も関わってですね、まあ、動物が食肉のために死んでいくところとか、吊るされているところ、血抜きをするところっていうのを見ると、うわーって、これはすごいなと思うわけですよ。で、車を運転してても、まあ引かれたね、イタチとかが道路に放置されているのを見るとかわいそうだなと思うんですよ。でも実際、夕食時になってね、メニューを見ると、あ、今日はハンバーガーか、ハンバーグが美味しそうだなとかね、あ、今日は豚肉のソテーかとか、美味しそうだなと思ったりね、お刺身も好きなんで、魚のね、いわゆる死骸を食べてるわけですよ。で、これは非常に美味しく豊かな時間だなと思いますし、美味しいから食べてみなって人に勧めることもありますね。だからこういうふうな感情と生物が死んでいく気の毒だなって気持ちは相反しているようでね、そこに人間としての思考とか理屈を組み合わせると妙な形になるんですけども、地球上で生まれた以上は、まあ全てのね、霊長類っていうのがお互いにこれをやってるのかなと思いますし、植物っていうのも動物の死骸を、まあ、食べてるといえば食べてるのかなと思ったりね、誠に奇妙なもんですよね。だからね、そこはね、説明がつかないんですけども、ただまあシンプルにこの人工肉を食べてみたっていう転職大魔王さんの動画を見ると、大豆で作ったお肉ってっていうのがね、ハンバーグっていうのが、まあ、広まっていく分にはすごくこれいいんじゃないかなとか思ったりするんですよ。そうすると大豆の生産量が足りなくなるみたいな問題がね、頭がちらつくんですけども、多分ね、今まで見向きもされなかった人気のないような植物とか、そうですね、まあ、農産物っていうのがこういった形で人気のあるものに生まれ変わっていくっていうところに、人類の新しい可能性を感じたかなってところですね。本当にいろんなことを考えてそれを実現させる人がいるもんだなと思いますよね。まさにここなんですよ。いろんなことを考えてみるとかね、いろんなことを言ってみるとかね、その中で批判を浴びたりとか、違う考えとぶつかったりとか、自分の考えが新しい価値観にたどり着いたりして、それを実現する人がまたいたりね、むしろ自分自身で実現してみたりとか、こういったことが様々あって、人の歴史っていうのができてるのかなと思うと、まあね、自由な発想を生かすことがこういった大豆からお肉へみたいなね、とんでもない結末にたどり着くのかなと思って、やっぱり人の発想ってね、止めるべきじゃないなと思いましたね。もちろんね、有害な発想っていうのがあると思いますんで、自分なりの判断になりますけども、これについては賛同できないかなっていう表現をすることもありますけども、まあでもね、目の前の人の発想を止めたところで、同じような発想をしている方が世の中に無数にいることを考えると、全てのね、自分と違う発想を消すことはできないのかなという気がしますね。はい、じゃあまとめになりますけども、ハンバーガー、美味しそうでしたね。転職大魔王さん、また新しい挑戦、待ってます。いってらっしゃい。